まずは中田智也選手続いて中田幸選手いということで、えー、2人のご兄弟に、えー、お越しいただきました改めて、えー、拍手をお願いいたしますさあ2選手よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、こうやって、えー、ご兄弟で何イベントするのっていうのは 今ままで結構ありましたか戸田では初めてですねお<ー>、はい、初めてでも、何気によく聞かれたりするんじゃないですかうん、中田選手は3人兄弟なのかってあー、竜太 <laughs> さんと、そそうそうあ最初はありましたね。ですよね、尊敬する大先輩、はいまあ、もちろん血縁関係はないわけですけど、どうですか、中田竜太選手あの、後輩から見ていや、もうすごいですね、しょもう賞金王もいくし。はい もう一気にバーンとね<え>、はい、一気に友也選手もバーンといきたいですね。<laughs> そうですね。そしてゆき選手こんにちは、はい。よろしくお願いします。お願いします、えー。ここまでデビューして、はいえー、振り返ってここまでの即席ご自身ではどう分析しますか。お兄さんの背中を追って選手になったんですよね。<laughs> そうですね。うん、はい。どうですか。やっと最近レースができるようになってきた感じですね。あそうですか。はい。 それはやっぱり納得できないレースばかりだったのが少しずつ。そうですね。はい。うん、でも、中田有紀選手、結構練習でこうレース上来たりすることもあるんですか。はい、もうほとんどレース以外は。はい。来てますね、はい。やっぱりそこでの経験というのが。はい、あのレースに現れていくんですよね。そうですね。うん、はい。あの練習して、結構たまにあの。そうですね。何色のカポックだったっけな。よくあの。<laughs> 水面に落ちる選手がいるんですけど、<laughs> で長、はい、田智也選手わかります？菊池<地>そうです。<laughs> あの審判室にいてもですね、あ転覆したっていうと大体菊池選手なんですけど、でも智也さんでもそういうのが後の自分の力にもなったりするんじゃないですか？なると思いますね。はい、やっぱりそこまで攻めてるわけですかね。<う>練習で。 なな、まあ、なかなかかめらられないですからね確かに事故が少ないという選手はいいのかもしれないですけどいわば限界までいっていないということも言えるんですよねちなみに中田智也選手はここまで限界までいってますいや,いやあんまりい,いけないタイプですねそれはもうお子さんもいるしいやいやそれは関係ないですでもその今、中田有希選手にお話を伺いましたけど智也選手はここまでどうですか振り返って。 うんあ,んもうあっという間に過ぎちゃったって感じですねお<ー>もう7年目になりますけどでも、もう今年も残り1か月切ってますちょっと気が早いんですけど来年はこういう年にしたいとかっていうのはもうフライング着始,始めしてしまったので、うん、もう今年は走らないんですけど、うん、あなので来年は、はいうん、しもっとしっかり走れるように1年通して頑張りたいと思います。うん 具体的な数字の目標はないですかまだ B1 なので、はいうん、A 級目指して頑張ります、うん、はい雪、はい、選手はいいつもこんなもの静かなんですかなんかお兄さんが代表して喋ってるっていう、えー、私私がですかいやそんなそんなことないですか <laughs> 来年の目標はどうですか来年の目標はそうですねまあ今あそうですね勝率とりあえず5点目指して、うん、はい頑張りますはい 優出もしたいですよね、そうですね今、最近、準優勝負がけを連続で失敗しているので、はい、ちょっとそこを突破したいですね。で、えー、準優に乗って、はいで、そこから優勝戦、でできれば地元水面で、はい、そうですね、でも、戸田苦手なんですけど、だ <laughs> めですよね、<laughs> でも、中野幸選手は年末、最後の最後、戸田で走りますね。そうですねはい、はい そこで初優勝なんてしたらお兄さんは確かデビュー初優勝が埼玉ダービーですよね。はい、はい、お正月ですね妹さん今度ねその年末で飾れれば、はい、そうですね頑張りますはい応援しております <laughs> では残りわずかになりましたでは中田由紀選手から最後にファンの皆さんに一言いただけますかはいえっと もっとたくさん連に絡めるように頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張ってください。そして中田智也選手も一言お願いいたします。えー、戸田はよく走るんですけどもっとアピールできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい。本当でしたらもっとたくさんいろいろね、兄弟でお兄さんについてどう思いますかとか聞きたかったんですけども時間に限りがございまして皆さん申し訳ありませんでした。お二選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したんさん拍手をもってお送りください。二選手の退場です。